にちは、日向坂46の高本彩香です。今日は私の2020年のベストコスメスキンケア編を紹介します。12月に発売される JJ 2月号でも紹介しているので、ぜひ紙面でもチェックしてください。それではスタート。それではまず一つ目はこちらです。ステムボーテブースタージェルです。ステムボーテはロイというヘアメイク事務所の森幸男さんという方が作ったものです。実際私は森さんにメイクしてもらったことが何回かありますね。あとロイのヘアメイクさんにこれは実際に教えてもらいました。こちらのテクスチャーはとろみがあって肌の水分量が上がる。でも結構匂いは特徴的な匂いがするんですけど、私は全然気にならなくて、ステムボーテを使い始めてから肌の水分量が上がったなっていうのをすごい自覚していて、だから本当におすすめです。ベストコスメに選んだ理由は、私が今年の前半くらいに結構肌が、すごいことになってたんですけど、何を使っても良さがすぐには出なかったんですね。きっと化粧品とかスキンケアって長く使えばいいものっていっぱいあると思うんですけど、私はこの YouTube とかの撮影も始まって、とにかく早く肌をどうにかしたいって思ってた時に、 JJ でメイクさんにこのステムボーテのものを教えてもらって、これを使い始めてから一瞬で肌の気になるものが全ていなくなりました。とにかく即効性があるので、肌が悩みがある方はぜひ一回使ってほしいなっていうくらい私はおすすめできるなって思います。この次に使うのはこちら、またステムボーテのボディローションというものです。ボディローションっていう名前なんですけど、これは顔から全身に使える美容液って書いてあります私はこれはステムボーテのブースタージェルを使った後に2プッシュぐらいを顔になじませて、首あたりまで塗って、余ったものでこの肩ら辺とかまで塗っていくんですけど、やっぱり私のその肌が荒れちゃった後の赤みとかもこの2つを使うことで結構すぐに良くなりました。本当にスピードがすごいです。なんか肌が特に何も問題がない時はこの2つを使っていれば、もう肌は元気にピカピカしてくれるので、この2つだけを使っています。ちょっと乾燥してきたりとか、肌がやっぱり荒れてきた、気になるなって思った時は、ブースターの前にこのタカミスキンピールの角質美容液を私は使っています。これは私が肌に悩んでた時に JJ のスタッフさんに教えていただいたものなんですけど、やっぱこれを使うと、ね、本当に肌が綺麗になるんですよ。このタカミスキンピールはほぼ水みたいな感じです。すごいサラサラしてて、でもなんか入り込んでいくと、浸透していくと、なんかもちもちした感じになりますね。このタカミスキンピールは肌に塗ってから結構時間を置くのが効果的と言われてて、私もちょっと時間を1分2分くらい時間を置いて、次の工程にやること、移ることが多いです。毎日は使ったりしないです。続いてはこちら、フーミーのモイストエイジングケアクリームです。こちらは私はメンバーの牛尾紗理奈というメンバーにこのクリームが本当にいいっていうのを教えてもらって、聞いてみたら、なんかこの作ってる猪狩さんがすごいこだわって、すごい本当にいい成分がそこまで高くなくて買えるって、すごい本当にたくさんプレゼンをされて、私もすごい気になるなと思って見に行ったんですけど、全然売ってなかったんですよ。でやっと出会えて使ってみたら、やっぱりすごい良くて、とにかく保湿はされますし、肌も生き返る感じがすごいします。なんか本当に肌に一枚膜を作る感じですね。膜を作って潤わせてくれるようなクリームで、やっぱりちょっと乾燥が気になってくるので、冬場になってくると最近これを使う機会がまた増えてきました。今回は私のベストコスメスキンケア編でした。次の動画はベストコスメのメイクアップ編なので、そちらもぜひ楽しみにしていてください。この動画が良かったら
高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。